吉田が持った時の左の開きがちょっと甘いっすね。森田が。だから長友とあの吉田の間を繋ぎきれなくて、パス出すにもちょっと怖い位置になってるから、右から蹴らなきゃいけなくなってるっていう現象が起きてますね。南野が中切りながら、南野と浅野が行ったから、森田が縦に連動して、もうそれらダブルボアンチはそのままインサイドハグで捕まえに行きやすいですよね。で、キーパーまでは追わずにセンターバック持った時に、 トップがその間を割っていくみたいな感じですかね。<laughs> 森田開きすぎ反省して開かなすぎになってる。そうなんですよね、うん。これなんか冒頭使って説明するともうちょっとわかりやすいんですけどね。ちょっとプレイ切れたらまた。浅野の守備の基準明確に作ってないから結構回されてますね。2センターバックの間を切りながら寄せていくみたいなのをしっかりすればいいんですけどね。浅野の守備が孤立してるっていうよりは、浅野のタスクをはっきりさせてないのと、インサイドハウがどこまであのボランチを捕まえに行くか多分決めてないから、いつも通り。 だから選手たちのその場のアドリブになって、まあ結果起点ができやすくなってそのターン良かったですね。まあこのレベル相手なんで、もオーストラリア相手なんで、オーストラリア相手なオーストラリア相手なこの守備でも別に致命傷にはならないですけど、相手強くなった時にまたやられるっていう、結局南米とかヨーロッパには勝てないよね、みたいなことは起こりそうな感じですね。まあ、長友開いたところから後ろ森田が作って内側に向き作る。アウトサイドでクロス入れましたけど、引っかかって南の方が切り替えちゃんとしてる。 ああ長友ふわっと上げたけど、カウンターのこと気にしてる。もらいたいというかね、フィニッシュにつながるクロスじゃないと危ないよっていうね、サイドバック上がった状態で。ああ長友そこは前に出にくいから、さ藤もって挟みたいよね、2対1で。またこういう雨の時ってね、ボールがいつもと同じ感覚だと、うん、止まらなくて流れるみたいなのありますからね。オーストラリアビルドアップはデザインされてる感じは全くないですね。なんかビルドアップしようっていう気持ちは感じるけど、 あの配置が有利になりやすいようにはなってない。サイドバックとサイドハーフが縦に並んじゃったりとか、ボランチ降りてこなくて、2センターバックがあのパスを出そうにもどこにも距離が長いみたいにはなってますね。浅野にざっくりロングボールはやめたほうがいいですね。特にセンターバックの前の。絶対サイドバック裏狙わせたほうがいい。真ん中だからカウンターも食らいやすいしね。この辺のゲームプラン立ててないんだな多分朝浅野にね、あの大迫を期待してますから。 ここ狙うのとここ狙うんだと、ここだと奪われてるんですけど、直線的にもうカウンター食らうじゃないですか。だからここ多いんですよ。スピード的にもこう、裏のスペースで。さっきみたいに。オーストラリアってサイドバックの質別に高くないから、そこの処理ミスしやすいし、あの、ビルドアップ、繋いでるけど前に進まないっていうになってますで。さっきから吉田のこの雑な縦蹴りがすげえ気になります。そんなテンパるような相手じゃないのに。ホンダも相手のプレス強い方を受けてる今日の日本代表めっちゃテンパってるな、なんか。突っ込みどころむっちゃ多いな。もう変なミスしてるし。 待ち,待ち合わせ場所決めないで遊び行こうとしてるみたいな。だから集合できてないみたいな。フルコートの練習はしてないでしょうね。そんな中で攻め方のプランとかも別に決めてないから気持ちでやろうとしてるから。長友ファウル気をつけた方がいいですね。だから伊藤が斜め走ってるから大外開くけど、ちょっと相手のプレスでそこ狙える状況じゃなかった。来た来たああ雨でね、後ろに弾いてくれたかと思ったね。コンタに入った時の両センターバックのコースの作り直しがちょっと甘いんですよね。 この時長友が降りなないいい方ががいいんだよな吉田が張ってファジーにボールつけれるときは吉田がもうちょっと外側行って長友高市タんないと。いやめちゃめちゃビジョンない攻撃してるもんな。これあの今は同点だからいいけど、これ先制点入れられた後、めちゃくちゃ弱いと思いますよ日本。オーストラリアが嫌がる攻撃の形を多分この後も作れないから、マジで伊藤の一発とかそういうのがあって得点できたらいいけど、そうじゃないとむちゃくちゃ危ない試合になると思います。 そうビルアップの時にさ吉田がこの辺で受けた時に相手の最初のプレスのラインよりも低い位置で長友が受けるとここから全部はまり出すんですよ。で吉田がここで受けた時は1個ずれて運べるようにしてこの2択を作ってあげるのが大事っていう。で吉田が中に入ってんだったら長友中入って南の春かもしくは長友あってここに森田がりてくるとかこれが必要だけどそこのスムーズな循環ができてないから、まあ、チームで決めてないからね。 相手の立ち位置とか自分が受けることだけ考えて結果ボールを前に前進させらんないポジショニングになってるっていう決まったあ決まんないうわ決まんないか相手のダブルボランチにツインサイドアンプつかしてセンターバックが持ってる時にこう真ん中割りながらどっちかのサイド限定するってすればいいんだけどここ決めないでふわっていってるから森田もここついてきてないのに出てって結果一番危ないとか飽きそうな 決めてないチームだから起きる現象です、ね。いや、これで朝の悪いってそううのかわいそうだけどね。絶対チームで決まってないから。まあ、かしく、まあ、それこそブルーノ・フェルナンデスとかだったらもっと上手く守備するとかあるだろうけど、そんな言い出したらもうメッシが日本にいれば理論になっちゃうからさ。厳しい戦いだなって思ってそうですよね。<laughs> セルフで厳しくしてんだけどね。あの、失った瞬間の選手の切り替えは早い。以上。<laughs> いや、それしかなくない。 適当に褒めたり、適当に媚び売ってないから、どうせ1万2000人いるわけですからね。いい時いいって言って、悪い時は悪いって言うから、本当、しょうもないサッカーですよ。前からの,ビルドあのプレスの時に、4、1、2、3にしてるんですけど、このプレスの時に、浅野が間割りながら、どっちかでしかビルドアップさせなくて、結果全部、ハマってる。守備の1対1だったり、なんだったらこっち側にボール来ないから、数的優位を作って、こっち奪えるっていうのを、 浅野がこの辺でふわふわしてる、結果センターバック運べるし、この辺もマンマークっで決めてるわけじゃないから、結果この辺で受けて、相手、日本が寄ってきたらずらして運べるっていうふうになっちゃってる。で、これをマンマークしてないのは、ここのエリアが怖いからなんだろうけど、ただそれでこのエリアを使われてないかっていうと、ふわふわしてるから、結果ほかあの、そのつ度そのつ度フリーになった選手に後手後手の対応になってる。で、プラス相手はトップ下の10番のフルスティッチも降りていくから、 ここは朝のふわふわしてる、ここもふわふわしてるところにもう一人降りていくから、結果そういうふうに起点がどっかした中盤にできる。なんでこれ、まあ、指摘するだけではできるから、まあ、さっきも改善策示したけど、改善策としては、ちゃんとインサイドアフマンマークつけるにあの、センターバックの前は、ここ掃除屋をエンドにさせておきたいから、どっちかのサイド決めて、こういうのに降りていく選手に対して、ボールサイドの選手はマンマークついて、逆サイドの選手が絞っていく。そうすると、例えばこう落ち着いたときに、 こう出て、こう出て、こうとか。こういうふうに、こっちが一番ピンチになりにくいエリアを捨てて、ピンチになりやすいエリアを締めに行く。そうすると、まあこのピッチャーし、この相手の技術レベルだと、判定まで綺麗に触れたりとかしないから、奪ってショートカウンターもできる。守備から攻撃作る方法もできてないし、攻撃の時に相手を一個一個剥がす方法も、選手の配置だったりとか、あのボールを持った時の、この幅の取り方とかを、あの 別にずっとここにいなきゃいけないじゃないの。原則与えてそこでポジションチェンジするんないけど、何もなしでポジションチェンジだけさせてるから、ボールを前に進めらんないようになってると。で、こういうのを選手ここで判断して喋って直すっていうのは、あの、気づける選手も少なければ気づいたとしても選手ってヒエラルキー的に横の関係だから基本は。それ言ってそうだねってってすぐ頭繋がってとかなんないですよ。普段からちゃんと練習しといて、ミーティングとかもして、それによって攻撃の形っていうのはこういうときこうだよねっていう風になってくから。 それもやってないでも全部あの準備不足がばれててその準備不足を気持ちだったり選手の個人の質とかで解決できるチーム相手には勝てるんだけどそうじゃないところに戦ったら絶対勝てない。本当なんかマジで幸運がないと勝てない。いいところは本当切り替えの瞬間の選手の守備です。頑張って走ってたって。 ああ、手に当たってくれてたらね。<laughs> まあ、それで本戦行ったところでっていうのはありますけど。むしろリードしてる時に相手前がかりになってきての浅野の方が合理的ですからね、スペースできて。スペースなくて待ち構えてるセンターバックのとこにね、浅野置いてそこにロングボール当ててますからね。すごいっすよね、やってることが。刺身は生で行きたいし、豚肉は焼きたいじゃん。で豚肉生で行って、刺身焼いてるみたいな、それが今のなんかこ、あの上だと浅野の出やってること。使い方逆だよっていう。そんなの考えてないから平気でやっちゃうんだよ。 で、それで、朝のガテン取ってたら、森保さん、さすがだわ、っていう人たちがほとんどじゃん。で、その後、そういう人たちに何か言われても、もうも、うこんな顔ですよ、ずっとみんなが見てるよ。はい、はい、お疲れ様です。っていう、見に来てくれてありがとうね、っていう。まあ、この間、生配信で言ったけど、僕はもう、トマとクボスタメンで絶対使うべきだと思ってますからね。相手見ながら、あの子の能力を持ってる選手ですから。相手見ながらプレイできる。ただ速いとか、ただ強い選手はいるんですよ。それは相手見ながらできる選手って少ないんですよ。 逆つくっていう重心読めない選手は読めないしね。浜辺南を食べたい君での読み方あってる。普通に考えて日本代表久保けさ中心ないっておかしいと思うの自分だけですか。うんだからまあ、監督によって考え違いますからね。そうだからもう野球の例えになるけどさ、そう一度使ってなかった監督だっているわけじゃないですか。 メッシがいるとプレイしにくいっていうか、指揮取りにくいって言ってたしね、サンパオリも。そういうことじゃないですか。ロコンガ君、このサッカーで本戦勝ち抜けるのか、無理なプレーの連続、原則のないサッカー、いろいろと悔しいです。ね、だからまあ,あ、あとは組み合わせしたいですね。言ってもね、グループリーグの3試合とね、あとはトーナメント一緒すればいいわけだからね。まあだからっていいってわけじゃないですよ。だけども、ね、一緒になって怒っててもね、っていう感じです。一番そういうのできる選手がなあ、あ、来た うわあ決まった <laughs> こんなんで決まんのかいしかも三笘だよ変な。変な決まり方でしたけど、まあいいっすよね。もうね。ワールドカップ出てくれたらもういいからな。ね、三笘、ね、森安さんのね、采配的中ですね。三笘をこのタイミングで入れた采配がね。左にね、振り直して普通な言い方ったけどこれね、よく折り返したな。オーストラリアの選手もちょっと切れてたもんね。 オフサイドなさそうだけど、ね、よく山根折り返したな。いやー、三笘も普通なら滑りそうなとこだけどね、よく決めたね。いやー、このシュートすごいね、普通にね。なんか次回し滑っちゃいそうだけどね、普通ならね。ないよね。お尻残ってそうだよね。いや、マジで。まあ、こういうの持ってますよね、うん。持ってるというか。このパターンってなんか、ジーコジャパン感があるけど。 あとはワールドカップまでね、試したりとか、まあでも試すって言ってもな、この後どういうね、オプションを増やせるのか、変に調子いいとさ、大会、本大会も同じ戦術で行って、相手がさ、レベル高くなった上に日本研究してきて積むっていうことあるからね、むしろちょっと調子悪くなって、戦術変更して、相手が対策取れなくなってるぐらいの方が勝てると思うんですね。 のどの戦術は追いかすチケットそもそもレシピ込みじゃ素材はいきねえよオタクとゲーム手を組む時代の幕開けチケット損失も驚く準備を試合の数だけして奇跡を逆算するやつ集まれ